はい、こんにちは。Be Ourselves 代表の西村です。今日はですね、ポジティブシンキングをやってみることはいいことだっていうテーマでお送りします。ポジティブシンキングっていうのは、すごい賛否両論ですね。あれがあればいいんだっていう人もいれば、したからどうってことないっていう人もいて、だから賛否両論なんですよ。ただ僕は、ポジティブシンキングをしてみるっていう、そういう考え方自体は大事だと思うんですよね。物事の良し悪しっていうのは、その人の状況とか状態によって来るわけじゃないですか。例えば、パソコンが壊れたとしますよね。例えばそれってサラリーマン、特にシステムエンジニアのような人にとっては、もう大問題なわけですよ。パソコン壊れたって。仕事になんねえや。たまらんわっていうぐらいに、大問題なんですね。一方で、例えばですけど、18歳の女子大生がね、初めてできた彼氏のデートが今日あるんですけど、間に合うかどうかわかんない。家で一生懸命彼にね、待たせると悪いなと思って、一生懸命準備してると。そういうシチュエーションで、例えばパソコン壊れててもあんま関係ないですよね。多分、間に合うかどうかとか、彼に怒られるかどうかって、そっちの方が大問題だと思うんですよ。だから、どちらのシチュエーションもパソコンが壊れてるってことは一緒なんですけど、片やすごい大問題で、片や問題ですらない。何でもいい。そういうものだったりするわけですね。そんな感じで、事実っていうのはね、変わりようがないんですけど、それをどう捉えるか自体は何パターンもあるっていう、そういう考え方があるわけですね。だから、ポジティブシンキングをして、本当に人生が幸せになるかどうかはともかく、そういう意識を持って、いい方向で一回見てみるっていう、そういうアイデアを持ってること自体が大事だと思います。最近僕、まだあんまり言ってないですけど、車で事故したんですよね。なんでもない事故だったんで、怪我とか全くなかったんですけど、なんでもない事故なんですよ、本当に。なんでそんな事故しちゃったのかなって思うぐらい、軽微な事故だったんですけど、それって、事故してお金飛んでいくなとか、修理するまで大変だなとか、そういうふうなところにとらわれると、それで嫌な体験で終わっていくんですけど、それでね、ちゃんともっと周り見たらよかったなとか、これ俺に何か教えてくれてるんじゃないかなっていう、そういう意識を僕持ってるから、これまで通りやったらいいやって、そうでもないんじゃないかなと思ったとかね。いろんなことを捉えられるわけですね。だから、全く意識しなかったら、そういうのってもう一パターンでしか受け取れないんですよね。どんな事象が起きても。要は、ネガティブシンキングが染みついてる人は何でも悪いように取り込むっていうのと一緒で、もう他の考え方ができないわけですね。なので、ポジティブシンキングをしてみるっていうのは、別の視点で捉えてみたらどうですかっていう、そういうヒントだと思っていればいいと思うんですよ。だから、事象がね、あんまり良くなくて、もう怖くてしょうがなかったようなことでも、いいことってあったかなっていうふうに、別の視点で振り返る。そういうアイディアだと思ってね、ポジティブシンキングをやってみることって大事なんじゃないかなと思います。ということでね、今日はポジティブシンキングをひとまずやってみたらどうかなって、そんなお話をしてみました。